皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんはデッドバイデイライトをはじめとした非対称型アクションゲームをプレイしたことはありますか？なんと今回は非対称型アクションゲームのドラゴンボールのゲームが発表されました。ということで今回のゲームニュースは、ドラゴンボールザブレイカーズが2022年発売決定。セルやフリーザ、マジンブーなどのライバルたちと一般市民に分かれて繰り広げられる1対7の非対称型アクションゲーム。記事の内容はファミ通 .com より引用しています。バンダイナムコエンターテインメントはドラゴンボールゲーム新プロジェクトとして、ドラゴンボールザブレイカーズをプレイステーション4、ニンテンドースイッチ、Xbox One、Steam にて2022年に発売することを明らかにした。ドラゴンボールザブレイカーズはセルやフリーザ、マジンブーといったドラゴンボールの代表的なライバルたち、レーダーと挑戦士のようなパワーを持たない非力な一般市民サバイバーに分かれて1対7で展開される非対称型アクションゲーム。サバイバーの目的は強力なレーダーの目をかいくぐりフィールド上から脱出すること。一方レーダーの目的はサバイバーの脱出を阻止し全員を倒すこととなる。本作はドラゴンボールゼノバース2と世界観を共有しており、実際にゲーム内でもセーブデータを介した連動を予定している。また本作ではゲームプレイに対するユーザーの率直な意見を聞くことを目的に近日クローズドベータテストを実施予定。日時などの詳細は後日発表するとのことだ。以下リリースを引用。戦闘力5の君たちに送る究極の脱出劇、ドラゴンボールゲーム新プロジェクト非対称型アクションゲーム、ドラゴンボールザブレイカーズプレイステーション4、ニンテンドースイッチ、Xbox One、Steam で2022年発売。クローズドベータテストが近日開催決定。株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、家庭用ドラゴンボールゲーム新プロジェクトとして、ドラゴンボールザブレイカーズをプレイステーション4以下、PS4、ニンテンドースイッチ、Xbox One、Steam にて2022年発売いたします。本日より第1弾 PV を公開いたしました。また、クローズドベータテストを近日開催することも合わせてお知らせいたします。今度のドラゴンボール家庭用タイトルは、非対称型アクションゲーム。戦闘力5の君たちに送る究極の脱出劇。ドラゴンボールザブレイカーズはドラゴンボールの代表的なライバルたち、レーダーと挑戦士のようなパワーを持たない非力な一般市民サバイバーに分かれて1対7で繰り広げる非対称型アクションゲームです。サバイバーの目的は強力なレーダーの目をかいくぐりフィールド上から脱出すること。一方レーダーの目的はサバイバーの脱出を阻止し全員を倒すこと。プレイヤーはどちらかを選択し、それぞれのスキルやアイテムを駆使して勝利を目指しましょう。ドラゴンボールならではの圧倒的戦力差をその手で体感せよ。また本作はドラゴンボールゼノバース2と世界観を共有しており、実際にゲーム内でもセーブデータを介した連動を予定しています。今後はこの2タイトル間で連携を取りながら運営を続けてまいります。詳細は後日発表いたしますので要チェック。第1弾 PV 本日公開。本作の世界観を詰め込んだ第1弾 PV を公開いたしました。あらゆる手段で抵抗するサバイバーとそれを追い詰めるレーダーを描いた映像となっておりますので、ぜひご覧ください。 Steam にてクローズドベータテストが近日開催決定。詳細は後日発表。本作はユーザーの皆様と一緒にゲームを作り上げていきたく、ゲームプレイに対する皆様の率直なご意見を伺うことを目的にクローズドベータテストを近日開催いたします。
日時などの詳細は後日発表を予定しております。いち早く本作をプレイできるチャンスですので、ぜひご応募ください。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。この頃のブルマがゲームになることほぼないのでいいね。しかしブルマやウーロンがプレイアブルなあたり、本当は初期のドラゴンボールが舞台でゲームを作ってたのに、上からのクソみたいな指示で Z の敵キャラになったとか経緯がありそう。面白そうだけど、この手のゲームはすぐ荒れてプレイヤーが固定化される気がするんだよね。サービス継続できるかは運営の腕次第なんだよ。セルって機能コントロールできるから一般市民が隠れるとかむりじゃんってツッコミは野暮なのかな。それとも一般市民も気を消したりとコントロールできる世界観なのか。ブルマやウーロンみたいな非戦闘員のレギュラーキャラでプレイするのかと思いきや、完全なモブ顔のキャラもいるっぽいが、今までのドラゴンボールのゲーム化とはかなり違った感じのゲームで結構楽しみ。デッドバイデイライトとかアイデンティティ5みたいなゲームなのかな。だとしたらめっちゃ楽しみ。サバイバーはドラゴンボールを7つ揃えるのが鍵になりそう。これ逃げる側が7人なのはドラゴンボール持ってる設定かな。セルたちは不老不死を企んでるから街を爆破できず、一人一人探さなければいけない。逃走者側はドラゴンボール揃えて脱出を試みるという設定。こんな感じだろうか。コンセプトがいい。こういう王道作品の主人公たちに対するアンチテーゼ的なゲームやってみたかった。普通のゲーム出し尽くしたドラゴンボールならではのゲームかも。フリーザ様がドラゴンボール集めるために隠れてるナメック星人探したり、セルが完全体になるために隠れてる人間を探し出して吸収したり、マジンブーがバビリ死んで自由になったから人間殺して遊ぶみたいな。だとしたらちょっと気になるね。悟空修行編のブルマとウーロンがメインビジュアルに登場するのは結構珍しいな。この感じだと悟空やベジータといった Z 戦士はあまり登場しないのかな。どうあがいても絶望。以上がネットの反応でした。まさかドラゴンボールが非対称型アクションゲームを出すとは思いませんでしたね。普通に考えたら一般市民は一瞬でやられそうですが、どのような設定でゲームが展開されるのか気になりますね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。